来たら松明が消える。逃げ道を探そう。待て、あそこだ。さあ早く。手を貸せ。こっちに来い。いやそこら中にいるぞ。しっかり、こっちだ。急げ、逃げるぞ。行け、うん、ネイトを急げ。お、天井からも来るぞ。おい、走れ。クソ、すばしっこいやつらだ。大丈夫だ。え、俺はどうだ。背中を。大丈夫、いない。大丈夫か。多分な。よし、あそこは立ち入り禁止だ。賛成、まさにグッドアイデアだ。よし、ここから出る方法を見つけよう。よし、向こうへ行けるかな。助けろ。任せろ。落ちそうだぞ。分かってる、分かってる。やめろ。いい感じね。計画通りだ。さあ、どうやって下に降りる。缶を空にするんだ。最後の一滴までだ。奴ら何してる。建物ごと燃やし尽くせ。ああ、やばい。サリーすぐにここから出るんだ。No!
行け！
り。超やばかったな。大丈夫か。ああなんとか参った。ほらちょっと待ってくれ。俺はお前より25年も人生経験豊富なんだ。何言ってんだ、まだまだ現役だろ。やつら逃げたことまだ気づいてないさ。そうだった。なあ、真面目に少し聞かせてくれ。なんでこんなことになったんだ。おい待て待て待て、また俺は若くないとかなんとか言うなら後にしてくれ。ネイト、やつら本気で来てるんだ。だからやつらに降参するっていうのは。俺はそんな話なんてしちゃいない。じゃあもうおっさんみたいな態度はよしてくれ、頼むよ。ネイト、お前とはもう20年になる。俺はお前を見捨てたりはしない、絶対にだ。ただ俺たちは人生の無駄遣いをしていないか。お前はどこか気負ってしまっていて無鉄砲になってる。お前ならわかるだろう。殺されても知らんぞ。いや、畜生。まあ死ぬ時は俺も一緒か。ああやばい。なんだ。カッターとクロエ、俺らがつけられたら。クソ、二人も危ないな。警告しよう。ああ今すぐシリアに行こう。車の場所は覚えてるよな。俺にはもうチンプンカンプンだ。クソ、まだどっちにも繋がらない。やばいことになってるかもしれない。観光客が来るんじゃない。ツアーのバスが来るまでまだ 2,3 時間はある。それじゃ急ごう。チェーンが切られてる。オッケー、つまり誰かが先に来てるってことだ。だが俺たちが死んだと思われてる限りは敵の不意だってつける。これチャンスだ。だな。じゃあこっそり入って監禁されているクロエたちを見つけよう。もし生きてればな。ネガティブなこと言うな。いいか、やつらは人質を取るタイプには見えないだろう。今はとにかくベストな展開になることを信じよう。カッターとクロエを助けて4人でこっそり城から逃げ出す。そう、こっそりな。ありえるって。脅かすなよ。フランスじゃなかったの。助けに来たんだよ。何から捕まったこと。死んだとか。え、なんで。フランスでタルボットの奇襲を受けた罠だったんだ。お前たちもヤバいかと。